おはようございます、この間トンソーが逃げたストールに来ております。でですね、その逃げた原因を今探ってるんですけど、ここにですね、扉が開かない柵が一つあるんです。ここが曲がっている。上から見ると曲がってて、一も抜けない。で、これが入らない、この鍵が入らないんですね。下に入っちゃってる。ということは、ここもここが当たって入らない。で、これを抜かないと、ピンをまず抜かないとダメだな。はい、多分それで全体の柵が動いて逃げたんだと思います。直します。ベータピンが刺さってる、取れるのかな。あと、かなりこのピンが錆びております。取れるかどうか、分辨策と一緒で、これが錆びちゃって曲がったのかもしれません。よかった、抜けそうです。抜けた。またこのピンが抜けるかどうか。油持ってきた方がいいかな。とりあえず下はいじけてて、かじってて取れないので、先に今上を抜いてみようと。まあ、これもかなり錆びてる。上が抜けました。どうだろう、抜けるかな。ビクともしないんで、とりあえずこの今こっち側に、まっすぐからこう、ここがまっすぐで、これだけ曲がってるんで、これをとりあえず戻してみようかと思います。全然抜ける気がしない。入りもしないし、出る気もしない。シャフトは動くようになったぜ。下は無理だった、上は動いてるんで、このまんま上を入れて、これを曲げを戻します。はい、なんとかまっすぐになったので、扉が閉まりました。こちらも鍵がかかってるし、かなり減ってんな。はい、こちらも鍵がかかっております。ここで逃げないにしろ。はい、まあ暫定的にちょっと無理やり直した感はありますが、ちょっと開きづらいんですが、開くし閉まるし、よしとしましょう。